皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、数字が苦手な先生ほど知っててほしい教室集客と経営の影響力ということについてお話をしてみたいと思います。えー、っとこちらではですね、何度か数字が苦手,が苦手ですっていうあの先生の例をお伝えしてきたことがあったんですけれども、 ここ数件ですね、やはりその数字が苦手な先生とお話をすることで、えー、自分が数字が苦手ですって言ってしまうことによって集客上も経営上もとても損してしまうことが多いということがあるんです実際にあるんですだから、えー、と苦手は理解はできなくはないんですけれども えー、少しでも仲良く付き合ってほしいと思ってその影響力がねどれぐらいあるのかっていうことを知ってもらうとあ少しは向き合おうというふうに思うかなって思って今日は数字と仲良く付き合う方法として、えー、教師の先生がね数字が苦手な人ほど数字を理解してほしいと思って撮っているのが本日の動画です。 はい、では、こちらね、本題をちょっとお話をしていきたいと思います、えー。皆さんがどういうケースで数字が苦手っていうふうに思うなって考えるのが、まず一番。まあ、わかりやすいところで言うとね。一つ目が SN、SNS の数字のデータをまあ、取っていないというケースが多いっていう話ですね。例えば、あの、私は基本的に。 フォロワー数っていうのは単なる指標でしかはなく、えー、それそのものが制約率と直接的にすぐに関係あるものではないことも理解はしているんですとはいえですねゼロだったらやっぱり人来ないじゃないですかで10人よりは1万人の方が申し込まれる確率が高いですよねフォロワーさんがだからフォロワーさんを追いかけすぎると あんまり自分に制約をしない人まで宣伝を頑張ってしまうっていう疲弊する方に向かってしまうケースはあるので数字至上主義ではないですが指標として見るときにいろいろと分析ができるから数字っていうのは一つの指標ではあるんですよね。でこのの分析っててていいうのが数字を見ていく上ででとても大事な能力で 例えばあのインスタグラム一つにしても中身ですね、インサイト、中身の方を見ていくと、えー、例えばそうですね、何時ぐらいに自分の投稿がよく見られているのかとかが分かればですね、その時間に多く投稿する方がいいんですよ、見ても、自分のお客さんが見ないような時間に投稿するよりは、見てもらえるような時間に投稿する方がいいし、どういう記事の方が保存をされて、 どういう記事の方がいいねになるのか、これは全ての指標ではないですよ。データとして分析をする。要は、何のためにインスタグラム頑張るのかって言ったら、自分を信じてもらって、ファンになってもらって、必要なサービスが欲しいっていう人が申し込んでくれればいいっていう使い方をすればいいと思うので、まあ、ファンになってもらわないといけないわけですよ。そうすると、喜ぶ記事の方がいいわけですよね。ということは、喜ぶ記事の指標っていうのが当然、 何人見てくれた何人保存してくれたっていうのがわかりますよねそういう時にやっぱり数字を見てない人と見てる人では何が決定的に違うかっていうと分析をした結果行動を変えることができるかどうかっていうことが大きなポイントになるんですよ数字を見てない人はなんだか一生懸命自分頑張ってますでも全然申し込みありませんっていう風になっちゃう可能性があるのは さっき言ったように薄い人が1万人いても申し込みされないんですよあ、されないって決定的には言わないですけれども、される可能性が低いんです、薄い人が集まってたら。逆にめちゃくちゃあなたの不安でもう、何か言ったらもう全部買いますっていう人が100人いれば、もうそれで成立してしまうんですよ。だかららそれぐらい どういう人を集めておくのかっていうことは大事でそのための指標として数字っていうのは分析しながら対策を打っていくっていう必要がありますなのでそもそも数字嫌いです見ないですっていうとその機会を失ってしまうのでいくら頑張ってやってもどうしたらいいのかわからないっていう迷宮に陥る可能性が高いのは数字を見ないというタイプの方です。えー、私自身も含めてそうですが 数字を見ないで勘だけで成功する人の確率って1%以下と思ってます。それは天性の勘と肌感覚がいい、コミュニケーション能力にめちゃめちゃ長けている人は勘で全部操縦していってもうまくいっちゃいます。その人って天才肌なので、あの一般人、凡人はそこ無理なんですよ。データがある方がすごく動きやすいから、それを少なくとも 自分が仮に分析ができなくても分析できる人に見てもらえれば意味が分かったりしますなので最初は数字をつけるだけでいいですそれだけでもね随分変わりますこれダイエットも一緒でですねまず痩せたいっていう人は体重計乗らないといけないんですよ乗らないと目標にするべきところと体の中身の素性を改善することもできないんですよね あの例えば私も3ヶ月とかでねダイエットっていうやつをあのみんなで一回やったことあるんですけど毎日乗りましたからね。でデータの変化と前日こういうことをやると跳ねる跳ねて増えるこういうことをやると痩せるっていうのを検証しながら落としていってあのやったので何をやれば増えるのか。 つまりこれは集客と一緒でどういうことをしたら人が多く来てくれてどういうことをしたら保存数が増えるのかとかインスタグラムの場合ですけどねそれを知っていくっていうのはやっぱね分析をしなきゃいけないんですよ。ということは数字を見てみるっていうことがまず第一歩になるので分かりやすいそのアクセス数であったりとか フォロワー数であったりとか目に見えて分かりやすいものはまず見る癖はつけてそれをどういう意味なのかその数字の裏にその人たちの思いっていうのがちゃんと表現されているのでそれに沿った形で答えるように記事を作っていくそれっていうのは結構大事だと思います。なのでまず 数字の裏には人の気持ちとか行動が現れているというふうに思うとお客様が何かを考えているか分かりませんという場合で聞くことができなかったとしても行動として数字に現れているケースとかが多いので数字を読み解くことができるとそこは、ね、改善に結びつくのでいい方向に変わっていく可能性が高いので数字は見ていってほしいなとうう思うんです。 でこの時に妨げになるのがそのご本人の感情ですね数字を見ると落ち込むとかね数字を見ると自分ができてないのを思い知らされるから見たくないですっていう、まあ、現実逃避型の方っていうのは見ようとしないんですけどもう一回ダイエットの話に戻りますがダイエットするためには体重計乗るところからスタートするので。 そもそも乗らないっていうふうになると減ったか増えたかすらわからないってことは管理のしようがないんですよね。だからそこは感情を入れずにデータとして見ていくっていうあのフラットな気持ちで数字と付き合うっていうことは大事で一級自由する必要はなくていいんですよ出だしなんてできてないの当然なんだからそれによって何かをしたらそれが動くのか動かないのかっていうのを見ないといくらやっても トローに終わるので、で数字をを見なないいいい人人ほほど、ど、分析をしない人ほど無駄打ちが多とうことですで。例えば私なんかはコンサルですからこういうデータを取ってくださいって私がお願いしてデータを出してきてくれると本人はただ数字をつけているだけだったとしても私はその裏にあるものを見ることができますそうするとじゃあこういう動きを今度してみましょうかっていう提案をしたら軌道修正されるので無駄に。 一生懸命投稿してるのにダメだなーっていうのも改善されていく可能性がありますねだから数字を見る視点が慣れてない人が見る視点と慣れてる人を見る視点って視座が違うんですよね視座っていうのは視線の視に座座るっていう字書くんですけどだからあのー、数字にそんなに感情を入れなくていいっていうことです加工して初めて数字って生きるものになるので だから誰が見るのかっていうのは結構大事になってきますけどね。ただ、第一歩として少なくともデータをつけておくそしたら誰かに見てもらえる機会が来たときに分析してもらえるからどうにか改善の糸口が見えたりします、はい、ですのでまずフォロワー数とかアクセス数とか分かりやすくついているものはつけておく必要があるっていうのがまず1点目です。で2点目経営の部分ですこれも 当たり前ですけれども、毎月の売上高とあと支出ですね、どんなものに使ってお金が出ていったのかで、さらにそれに対していくら利益残ったのか、まあ、あらりって言われる部分ですけど、これが最低限把握してほしい、特に売上高ぐらいは最低でも把握してほしい。 私があの教室業の先生と話し始めた時に何が衝撃だったかって今月はいくら売り上げたんですかっていう話をした時に即答で答えられる人が異常に少なかったのが衝撃を受けましたいや今月っていうのが前月か、まあ、いいですよじゃあ前月前月いくらだったんですかって言ってパッと答えられない人がものすごく多くってでね数字をもちろんつけてないからなんですけどあ、えっと、カレンダーに えー、その時受けた人数とレッスン費は書いてあるのでこれ全部計算し直さないといくらか分かりませんってまだつけてるだけマシですけどね、うん、つけてない人本当につけてないからだからお仕事でやっていかなくってなりで人が来てくれてなりでお金払ってくれてなんとなくお小遣いが貯まればいいっていう人は全然それで OK ですよ 授、えー、業として成り立たせていきたいっていう場合に、売上高を把握しない、えー、経費がどう出てってるかを把握しない、利益がどれぐらい残ってるか把握しないっていうのはダメですよっていう話です。で、これ数字が苦手な先生ほどやらないんですよ。売上高も知らない、どれぐらい支出してってるのかもしれない。で、上げの果てに利益いくら残ってるか知らない。 でこういったタイプの先生が何をやりがちかっていうと利益が残ってないのにうーんさらに自己投資だみたいな感じでどんどん口座をいっぱい申し込んじゃって回収のめどがないのにどんどん使っていく借金はどんどん増える毎月の支払いはどんどん増えるでそれ以上に稼げてないから当たり前ですけど借金膨れ上がってきますよね。でひどい場合には自己破産カードを止められるっていうことになっちゃいます。 はい、実際そういう先生いるんですけどねだからそのお金の管理能力っていうのは少なくとも儲かった額は把握した上で使っていくっていうのが一番健全ですだけれどもこれを投資して新しい知識と技能を身につけたらそれが3倍にも5倍にもなるものを学ぶんだって決めてお金を入れるのは OK です そしたらいつまでに回収するのかって決めてほしいんですよ。私が決めてる一つのルールは5倍の金額をまず回収するっていうことと期限は1年以内を決めてます30万円の口座を習ったら150万円を1年以内に回収するということです、はい、なのでそういう一つの決めてるルールがあるからあのちょっと遅れちゃったのがちょっと高めのやつですね 200万ぐらい払ったやつの5倍回収って1000万じゃないですかこれはね2年半とかかかりましたねやっぱり1年じゃ無理でした、まあ、額によるっていうところはあるんですけどねだからあのマイルールはね決めて口座は習うといいですよ特にビジネス系の口座に関してはあのそうじゃなくて単なる楽しみでやるのは回収っていう概念がないからお金がただ出ていくだけです それは利益の中から自分にお給料が入ったっていう中からやってくださいっていう感じになりますなので経営の数字も最低でもそれを把握しておくないしは計画を、ね、あの立ててその通りにいってるかどうかっていうのを見るだけでもすごく数字って改善できますで私のクライアントさんには私が えー、昔、営業時代に使っていた年額計画表をベースに大体、年末近くになるとね、まあ、10月ぐらいからなんですけど皆さんにいや来年の計画立ててもらいますでその中でどういう講座を作っていきたいのかどういうものをやっていきたいのかっていうのを立ててもらっていやこれ金額、これになってるけどこの時までにこれって作れますか、講座とかね。 講座を作って募集をかけるための準備ってその前,の前の月ぐらいにはもうできてますとかっていう話とかもう計画表を立てると一目瞭然なんですよ。でそこに対して本当にどうだったかっていう実数入れてもらうとものすごく狂っちゃってる場合ですねアドバイスすごくしやすいです。こ、えー、ここで50万って立っててますけどこれあのね 3万とかになっちゃってるじゃないですかなんでですかとかって言うと「いやここで口座が売れる予定でした」みたいな感じでね「えじゃあんで売れる予定だったのができなかったんですか?」 いや告告知知ががででででききなななかかかかっったたらんんすかページができてなかったから。なんでページができてなかったんですか。写真が撮れてなかったから。レシピができてなかったから。それはじゃあなんでやらなかったんですか。忙しかったから。まあ、い,ろい,ろい,ろいろいろな要因が出ていくんですけど少なくともいつまでにこれをやらなくてはいけないっていうリミットをやらなかったからそこで募集ができなかったっていう結果になっているわけなんですよね。ということは1個計画を作ると前倒し的に これをやらなくくちちゃゃいけない、いいいけけなななあれをやうのが見えてくるとということにななります。なので数字っていうのはあの心が苦しくなるものではなく未来に向かってアグレッシブに自分がそれを作っていくものを現実化していくための足がかりとして数字ってとても大事で,でしかもご自身が作った数字例えばそれを私が見る場合には準備をどこまでにしなくちゃいけないかっていうところまで指示ができます。 そうすると、あそうしなくちゃいけないのかっていうのが分かると、準備ができれば、叶わなかったかもしれない目標を叶うじゃないですか。だから、数字ってすごく大事で、見てもらえる人がいれば見てもらえばいいんですよ。だけど、自分で見る方は、自分で粛々と見ていかなくてはいけません。1年間、こういうふうにやりたい、どの講座でいくら稼ぎたいっていうまず計画があって、それが本当に実行できているのか、数字を入れていく。 できてなかった場合に何が原因だったのか次回どうやって改善すればいいのかこれをやっていくと、あのー、だい,たいううままくいくようになりますで。私のクライアントさんには年間だいたい1.3倍成長ということを1つ言ってるので例えば前年が100万だった人は130万目指しましょうっていうことですね130万の次が130万の次が1.3倍だとだんだんしんどくなってきます。 169万さらに1.3倍だと219万、この辺りから加速度的に金額上がっていくんですけどね、1000万とかで1.3倍、1300万だから何気になんとなく辛くなってきますけれども、一応、1.3倍成長で組みましょうということで、最初、えーって驚かれますけど、あの1.3倍になるように組んで、かつそれを実行計画に落として頑張っていくと、案外達成できている人、多いです。うん やっぱり1回目標数値を立てるっていうことを数字として意識するのであの少しスピリチュアル領域の話になりますけど量子力学の世界になるとそこにものがあるからものがあるという認識になるっていうことになりますので数字を先に作るとそこに一つの目標値として形として出来上がってきますよね。 それによって分解して現実世界でどういうふうに落とし込んだらそれができそうかっていう脳がちゃんと答えを探しに働き始めますなので数字を見てない人っていうのは脳が動いてくれないのでぼーっとした感じで終わっていくからうまくいかないですなので数字が苦手って言ってる人ほど集客もできないし年商、えー、も上がらないし悪いことが多いです 数字が苦手な人って言ってて言るだけでだからここはやっぱり気持ちを切り替えてですね数字と仲良く付き合うっていうふうに思うとあの案外いい感じに回っていくようになります分析ができるようになるからで数字が苦手な人の一番大きな欠点は感情を数字の中に入れ込んで自分が勝手に落ち込むっていうことが一番問題だと思っていて数字ってあの別に改善案は教えてくれます。 だけど数字には感情もないしそれを読んでいく方が感情を乗せるからややこしいことになります。はい、だからデータとして見ていくっていうフラットな感覚をつかんでいただけるとそんなに落ち込むことなく数字って見ていけるようになると思いますので、はい、ぜひそんな感覚であの扱っていただければと思い今日はそんな話をしてみました。ま、えー、まとめててていいいきます。数字が苦手な先生ほほど知っていてしい教室、 集客と経営の影響力、まず1つ目、集客への影響力は数字をきちんと管理するとその裏にあるお客様の気持ちが見えるようになる2つ目、えー、経営の方の数字をつけると目標値がはっきりするので、えー、数字的に目標設定が叶いやすくなるというメリットがあります。でで、ですのでぜひ数字と仲良くくなってください。それでは。